はい、超駅太郎です。まあ、ああの、あの、ね、一連の松本さん関連で、その AV 女優さんがね、いろいろ、あの、発言してるってことで、ま、あこれ私の中で、その j ェイコさんとかの絡みってもう、あの、違うんじゃないかっていうね、彼女が思ってる j ェイコさんと文春の j ェイコさんが違うんじゃないかっていうふうに思って落ち着くのかなと思ってたんですけど、また、あの、彼女がね、あの、えー、 ポストしている。何度も言います。ジェイコを誘ったのは私です。週刊文集の記事に、部屋には彼女のほか面識のない3人の女性がいたと書いてありましたが、あれも嘘です。私とジェイコは今回の飲み会の前から友達でした。なんなら私の弟もジェイコに会ったことがあります。 三人で遊びに行ったこともあって、その時に三人で写真を撮りました。これがその時の写真ですって、2015年に撮りましたって、まあ、お父さん、まあ、モザイクかかってますけどね。面識のないってどこがですかおかしくないですかということなんですよ。で、えー、そういうような状態があって、まあ、彼女はこの税子さんだっていうふうに言っているんですね。で、私が参加した時の飲み会の記事の内容は、私が知る限り嘘ばかりです。嘘ばかりと言って、 言っているわけです。なぜ文春はこんな嘘だらけの記事を出さなければなかったのかと。で、まあ、松本人さん、まっ、あ、ちゃん早く帰ってきてくださいっていうようなことで、多分、これ、本人も言ってることは違ってないと思うんだけど、違うんじゃないかっていうふうに思うんですよね。ここまで違うと。で、ジェイコさんは違うって言ってるわけで、で、結局、そうなって、後に残った女性の問題なんですよ、これって。 いや、それはいいんだけど、後に残った女性が松本さんとその不適切な関係があったんじゃないかというふうにされている内容なんですが、なんで、これ、これはもう多分その文春側のジェイコさんがこの写真見てこんなの私は知りませんっていうのか、知ってますっていうことを本当は待たないといけないことですよね。わかんないですよ。これ確認が取りようがない。ただ、私が恐ろしいのは、その、その、だから、 a v 優さんが悪いって言ってるけど、彼女はそう思っているわけですから。だから、当然嘘だと思う。ここで完全な層が生まれてるんだけど、これに対する、そのファンの方のポストは、あの、は,はっきり言ってい,いただきありがとうございます。証拠写真ありがとうございます。とか、週刊文書の記事が細かい部分は微妙にファンタジーとか、週刊誌は嘘ばかり。とか、こういう発言が、発信が報われてほしい証拠写真まで出していただいてって、 というかもう、あのー、鬼の首を取ったような、ポ <laughs> ストが多いんだけど、普通に、あ,あれ違うんじゃないかって思わないのかね。ジェイコさんがスーパー虚言匹文書の記事の C か妄想かっていうふうになってるんで、うん。ただ、まあ、冷静なんで、どっちが正しいかなんてわからないけど、こっちの方は信憑性が高いんだよな。 だから、モザイクかけちゃってるから特定もできないし、見る人が見たら、これでもわからないですまだここでもわからないっていうことで,で、週刊誌や信用できませんねとか、あのー、そういう話になっていっちゃうともう、もう全く論点が違ってくるわけですよねうん。で、まあ、続々と文春の記事に出てくる J コの件で、記事の内容が嘘ばかりであると証拠がで出てきている。でもその 先週の文春の話を聞くと文春が言ってることも最もであるわけですよね。こういう風うでっていうことで,で、だからもうどっちをどうじゃないけど、ここまで違うっていうことは何か根本的なことが違ってるんじゃないかっていうことなんですね。 で、あの、まあ、もっともらしく書いてる方だと、面識のない3人の女性が現場にいたという部分に対し、弟を含む3人で2015年に撮った写真を載せていただいたということで、ジェイコの嘘がまた一つ暴かれた。嘘が暴かれるってことではないと思うんですよね。うん。じゃあ、ここに来て、その、うん、だから、そういう見方じゃなくて、まあ、これって、そのジェイコさんが、 これは私じゃないって言ったって、だってジェイコさんがそもそも顔を出して出てくることはないわけだ。確認の取りようがここに至ってはないんですよね。でも、そこまでの友達って言ってる、この AV 女優さんもブロックされて、このジェイコさんとおぼしき方とは連絡取れてないわけじゃないですか、これ。だから、確認のようもないんですよ、これ。本人も取れない、タムケンさんも取れないわけだから。だから、でも、文春側のジェイコさんは、<laughs> あの、あの、タムケンさんとはもともと面識があるって言っているわけだから、違うんじゃないっていうふうに思うのが普通だと思うんですけど、あれ、この、ジェオさんのジェイコさんと、で、タムケンが、タムケンさんが思ってたジェイコさんも違ってるわけですよ、ここで。面識がない、 ジェイコさんの友達でタムケンさんとはもともと知ってるって言ってるわけですよ。でもジェイコさんはもともと知ってるって言ってるわけだから、もうちょっと違ってきてるわけですよね。 私も最初この、あの、女優さんが言ってるここまでははっきり言って、あれそういうことか。でも、普通に冷静に考えてみたら違うぞと。で、また一周遅れで多分、まあ、多分、文春の方が何らかのことが出るのか、ジェイコさん側から出るのか、それは私ではありませんと。弟さんなんかと会ったことがございませんと。いうふうに、普通はアナウンスをするんだけど、したところでも多分この人たちは嘘を言っている。っていう話になるわけですよね。 うん、ましてや、女優さんの方も、えー、この写真を出すわけにはいかないですよね。許可取ってないのに。ね、X に出しちゃったり大変なことになっちゃうんで。まあ、そもそも弟、まあ、弟さんがいたんだみたいな話で。いや、私は、私は、あの、こんな言い方しちゃいけないですけど、弟さんいて、まあ、別に兄弟だからって言って、そういう活動がいけない。あ、まあ、身内巻き込むんだっていう。<laughs> この騒動に弟巻き込んじゃうんだ。弟はどう思ってんのかなっていう風に思うのが普通なんで、ここの騒動で出しちゃうんだ。で、この、お姉ちゃんのなんかファンティアとか貼ってあって、この名前をクリックすると、まああられもない姿が出てきて、それはいいんでしょうけど、<laughs> いやー、そうか、っていう、なんか、私はその、 もう今回初めてその動画を見ましたけど、あの、えー、ファンザとかでその、見れるじゃないですか。あの、視聴ができる、その何、何分とかの、1分、2分みたいな。あ、こういう、こういう方でんっていう話。うん、なるほど。と思う、思ってしまうおじさん世代ですね。なるほど、そうか。あ でも、この、活動がそういうことでもう、ね、あの、あられもない姿で、そういう行為をしてそれはそれでいいんですよそこに来て、その状態であって、まっちゃん頑張れ。まっちゃん好きだ。まっちゃん待ってるって言われてもな、っていう、なんかもうギャグ、ギャグなのか、これは。コントなのかと思ってしまうっていう。それで、その、まっちゃんが、まっちゃんが、その、家中に上がっている、その、騒動の根幹は、その性的、 なことじゃないですか。<laughs> それで、その、その、それを擁護するのが、そういう、なんて言ったらいいのかないや、これすげえな。うん。で、そのリストにも入ってない方で、ね、その職業的にね、ね擁護しますと。うん、なるほどっていう。 私ももうこれはもうもう触れないとこがある。でもこれパッと見たときこのことが結構話題になってて。いや、これは本当に深い溝だぞっていうふうに思いました。以上です。はい。君たちは私を持て遊んでいるのかなあの、上げたり下げたり。あの、このね、前回の、あの、チャンネル登録っていうことをね、言ったら、もう1日ね、50人ぐらいババーンと増えて。ね。その後はね、 スッと減る。<laughs> マイナスに転じるという。あの、別にチャンネル登録をあれするせ、しないという、あ、こういうなんか一人ずつの意思があるんだなっていうのがすごく面白いです。あの、本当に気をき一票って言ったものはだな、選挙じゃないですけど、本当にこう、なんていうのこう言えばこう動くんだな。うん、言えばその時はでも、またあ飽きられて捨てられるという、ひどい人生を歩んでおります。以上です。<laughs>